サプライズ市川海老蔵。夏の思い出と襲名披露祝い、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが2022年8月25日にアメブロを更新、8代目市川新之助を襲名する勸玄君を祝福してもらった夕食の様子を綴った。この日、海老蔵さんはありがとうございます、8代目新之助さん襲名おめでとうございますと、今年11月と12月の2ヶ月間にわたり東京歌舞伎座で開催される13代目市川團十郎白猿襲名披露、8代目市川新之助初舞台で、8代目市川新之助を襲名する勸玄君を祝福するメッセージが書かれたデザートプレートを公開、続けてお祝いしていただきましたというタイトルでブログを更新。少し恥ずかしかったです。でもお祝いしてくださる気持ち、しっかりと受け止めました。人と人とのつながりはやはり思いやりや愛があることが大切ですねと綴ったブログ読者からは、嬉しいですね、素敵な記念写真、素晴らしい、素晴らしい夏休みですねなどのコメントが寄せられている。襲名記念お祝いプレート、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。市川團十郎襲名ということ、市川海老蔵、11月の襲名披露の歴史、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが2022年9月3日にアメブロを更新、11月の襲名披露公演について綴った。海老蔵さんは本来は2020年5月から襲名披露公演予定でしたが、コロナにて本年11月から約2年の襲名披露公演です。成田屋にとりまして團十郎の襲名披露は、過去に5人の團十郎襲名の時期は11月でした。過去最多です。そこに私は6人目となるわけです。6という数字はとても縁を感じます。祖父の11代目は1月6日生まれ、父の12代目は8月6日生まれ、私13代目は12月6日と、3代続いて6日生まれと珍しいことです。そして團十郎襲名披露公演が11月も6人目となるわけですね。話は戻りますが、11月に襲名をした5人とは、3代目市川團十郎、4代目市川團十郎、5代目市川團十郎、6代目市川團十郎、7代目市川團十郎ということです。そこに久方ぶりに私13代目市川團十郎も計らずも名を連ねることになりました。これも何かの縁
なのだと思います。そして素晴らしいカメラマンの方々にも収めてもらい、最後に地上634メーターの上空より成田屋の新たな門出となります。精一杯頑張ります。よろしくお願い申し上げます。ブログ読者からは見えない力で成田屋。團十郎は続いていくのですね。言葉にできないとてつもないパワーを感じます。海老蔵さんの心意気がずんずん響いてきましたなどのコメントが寄せられている。精一杯頑張ります。市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。お墓と向き合う市川海老蔵。襲名に向けてお墓参り。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが2022年9月10日にアメブロを更新。お墓のお掃除へ繋いでいく。お墓と向き合うをという複数のタイトルでお墓参りへ行ったことを報告した。私も子供の頃、多い時は月に15回ほどしてました。襲名に向けてご先祖様のこと。二人にも伝えていく機会にしていこうと思います。我が家のお墓には戦争で焼けた石もあるので、丁寧に丁寧に、そういうことや代々の話も二人にして繋いでいくこと。ぼちぼちして行きます。二人の質問攻めに悪戦苦闘。これ何？これは何で？例えば、祖父11代目のお墓、いろいろ修理してあります。なんで？それはね、人気だったから、いろんな人が削ってしまうのだよ。悲しいことだけど、と、人気役者はね、生きている時も大変なことだけれども、死んでも大変なのだよ、とか、もう、数えきれない質問、嬉しいです。頑張ります。かれこれ1時間半。ぼちぼち掃除終わります。9代目の墓石の上に、平和の象徴でもある鳩が、ようこそ。いらっしゃい。みんな、さらに、笑顔になりました。ありがとう、と、綴った。ブログ読者からは、鳩さんが、感謝や、喜ばれている思いを伝えに来てくれたのでしょう。綺麗になったお墓は、嬉しく、気持ちいいですね。ご先祖様も喜んでいるでしょう、などの、コメントが寄せられている。ご先祖様について二人へ。市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。